桃太郎。桃太郎は日本のおとぎ話の一つ。桃太郎がおばあさんからきび団子をもらって犬、猿、雉を従えて鬼ヶ島まで鬼を退治しに行く物語。桃太郎の物語はいくつかの場面で出典により違いがある。ただし、物語後半にある鬼との戦いの場面では、おおむねどの書籍でも桃太郎側の視点での完全懲悪物語となっている。 桃太郎の出生に関しては、桃から生まれたとする場合や、桃を食べたおじいさんの生まれ変わりだとする場合がある。桃太郎の成長過程については、おじいさんとおばあさんの期待通り働き者に育ったとする場合や、3年、寝太郎のように力持ちで大きな体に育つが、怠け者で寝てばかりいるとする場合がある。成長した桃太郎は、 鬼ヶ島の鬼が人々を苦しめていることを理由に、鬼退治に旅立つが、その決意を自発的に行う場合と、村人や殿などに言われて、受動的に行う場合とがある。出生時には、両親から、キビ団子を選別にもらう。道中、遭遇する、犬、猿、雉にそのキビ団子を分け与えて、家来にする。 鬼ヶ島での鬼との戦いで勝利を収め、鬼が方々から奪ってきた財宝を持って帰り、最終的に郷里のおじいさん、おばあさんのもとに帰って幸せに暮らしたとして、物語は締めくくられる。ゆかりの地とされる場所は全国にある。中でも岡山県は、桃太郎作中の、きび団子と同音の江戸時代の地元土産品。 キビ団子を関連づけるなど、全県を挙げての宣伝活動から、ゆかりの地として、全国的に有名となり、現在は、桃太郎の像なども存在する。ただし、キビ団子と作中の、キビ団子との関係は証明されていない。また、桃太郎のモデルが、彦コイセの彦命の地であるとする見方は広く知られて、おり、口述、これにちなんで、 彦コイセサリの彦命の故郷である奈良県四季群田原本町では桃太郎生誕の地として黒田安ン宮、愚、ロコを観光 PR の一つとして取り上げている。以下は桃太郎サミットや日本桃太郎会連合会に参加する自治体とそのゆかりの場所の物語の由来については諸説存在しそれぞれ論争のあるところである。 由来の有力な説の一つとしては、第七代、高齢天皇の、第三王子彦伊世去りの彦命、彦伊させる彦のみ、こと、秘密飛彦の命、若竹飛の命兄弟のキビ国平定における、活躍と、岡山県の女伝説に由来するものとする説がある。これは、古代の大和政権とキビ国の対立構図を、桃太郎と鬼の争いになぞらえたとするものである。 また同じ説において、岡山県の笹ヶ瀬川は、桃太郎の桃が流れた川、あるいは、桃太郎との戦いで傷を負った鬼の血が流れた川とされる。彦伊勢セりの彦命の故郷、黒田安古宮、六古宮がある、奈良県四季郡田原本町の初瀬川には、川上から男の子が亀に乗って流れてきて、西の方角に向かい神様となったという伝承が残る、本町神社。 西の方角とは、古事記や、日本書紀の高齢天皇、彦伊勢去りの彦命の記述から、紀び、岡山やさぬき、香川を指すと考えられている。物語としての成立年代は正確には分かっていないが、原型は室町時代とされる。江戸時代の草草草の赤本による、桃太郎、桃太郎昔話などが出版により広まった、最初の版であるとされる。 赤本、豆本、孔病誌などに登場した桃太郎は、極低馬金の、どうもお話赤本ことはじめでご大昔話の冒頭を飾る。明治時代初期までは桃を食べて若返ったおじいさんとおばあさんの間に、桃太郎が生まれたという回春型の話の方が、主流であった。この他にも、赤い箱と白い箱が流れてきて、赤い箱を拾ったら、赤ん坊が入っていた。 川上から二つの桃が流れてきたのでおばあさんが、緑の桃はあっちゃいけ、赤い桃はこっちゃこいというと、赤い桃が寄ってきたなど桃太郎の誕生の仕方については才のあるものが多数伝わっているが、いわやさざ波により1894年、明治27年に日本昔話としてまとられたものがその後の語り伝えに大きく影響した。桃太郎の姿が、 日の丸の鉢巻に陣羽織り、登りを立てた姿になり、犬や鳥、猿が家来になったのは、この明治時代からである。それまでは、戦装束などしておらず、動物たちも道連れであって、上下関係などはない。明治の国家体制に伴い、周辺国を従えた、勇ましい大日本帝国の象徴にされたのである。ちなみに、舞台の一つとされる、岡山県で、 桃の栽培が始まったのも明治時代以降である。1887年、明治20年に国定教科書に採用される際にほぼ現在の形のものを掲載して以降、これが次第に定着した。ただ、桃の割れる経緯については、タンスや、戸棚や、薄に入れておいた桃が自然に割れて団地が誕生するなど、民間での語り伝えは一様でなかった。 その後も語り、絵ともに様々な番が生まれ、また他の創作物にも非常に数多く本案されたり取り込まれたりした。落語の桃太郎などもその一例である。太平洋近海の国に伝わるおとぎ話に、孫や果実の中に入った子供が出てくる話が多数あり、日本人の先祖の一つに海洋民族があることを示している証拠だとする説も、 岡山県を中心とした地域には、横着な性格と代理を持った隣のね太郎型の桃太郎も多い。鬼退治にしても鬼を海中に投げたから物を取って、帰ったり鬼に酒を飲ませて退治する例もある。香川県高松式な市長では桃太郎が女の子だったとする話がある。おばあさんが川から持ち帰った桃を食べ、若返ったおじいさんとおばあさんに子供ができ、 男の子のように元気のいい女の子が生まれる。そして、あまりに可愛いので鬼にさらわれないよう桃太郎と名付け、育てた、というもの。成立の経緯は、佐ぬき国師だった、菅原道真が、若竹彦命が三人の勇士を従えて、海賊退治を行ったという話を、地元の漁師から聞き、それをもとに、おとぎ話としてまとめたものであるという。岩手県市和群には、 母親の腰近くに転がってきた桃を拾って帰り、面に包み寝床に置いておいたら、桃が割れ子供が生まれた桃の子太郎という伝承や、越後、佐渡、元、新潟県の桃太郎では、桃の代わりに香箱が流れてきたとあり、この香箱は女性の陰部の陰語でもあるという。岩手県の別の語りでは、桃太郎は、父母が花見に行った時に拾った桃から誕生。 地獄の鬼から日本一の、キビ団子を持って来いと命じられ、地獄へ行ききが団子を食べている隙に、地獄のお姫様を救い、婚姻単を伴う桃太郎である。福島県の桃太郎も山向こうの娘を嫁にする、話。キビ団子の代わりに属、冷えの団子の設定の高知県の話。またお供も猿、犬、地ではなく石臼、針、馬の糞、ムカデ、蜂。 カニなどの広島、愛媛県の例ある。地方には多様なバリエーションがある。東京北、多摩、原、東京都多摩地域北部地方にはカニ、薄、蜂、ふン、卵、水受け等を家来にする話があり、これは明らかにサルガニ合戦の変形とする見方もある。山梨県を打つ岸には岩戸の山、茎山という説もあるに住む鬼が、 里山の住民を苦しめていた百蔵んには桃の木が生い茂り、そこから川に落ちた桃をおばあさんが拾い持ち帰った上野原の犬目で犬、鳥沢で生地、猿橋で猿を拾った等のいわゆる大月桃太郎伝説が存在する。南西諸島の沖の選ぶ島、鹿児島県大島郡では桃太郎はニラの島へ行ったという、竜宮であるニラの島で、 島民は皆鬼に食われていたが、唯一の生存者の老人の家に、はがまがあり、その蓋の裏に、鬼の島への道しるべが書かれており、その道しるべ通り地下の鬼の島へ行き、鬼退治に行く筋書きである。沖縄県宮古島の雇用、中曽根豊美親や重え山入りの時の綾子では、千五百年の、親や赤八の乱に参戦した豪族の一人に、桃たら、ムムたらあの名があり、 この時期までの沖縄への桃太郎伝承の電波の可能性が論議されている。語り部によって桃が川に流れている描写をドンブラコッコスッコッコ、ドンブラコドンブラコなどと表現する。桃太郎の物語はインドの有名な女子誌、ラーマーヤナの影響を受けたという説もある。桃太郎に登場する猿は最有気に登場する孫悟空と同様に、 ラーマー屋の中のハヌマーンがモデルとする説である。桃太郎の大敵説話としては、ウリから生まれたウリコ姫が指摘され、沖縄県久高島には、黄金のウリから生まれた男子が、後の琉球王にしようとされるとなったという伝説のバリエーションもある。上流から流れてきた桃を食べて、老夫婦が若返ったという下りは、西王母伝説、あるいは、 日本神話のイザナギの神海光線の国に見られるように桃が邪気を払い不老不死の力を与える霊薬でる果実とされていることと関連する桃太郎をもたらした桃はこうした力のある桃が山から流れてきたものとも考えられるウリや立花の実でなく特に桃である理由について奥立夫は著書どこかで鬼の話で桃は大昔より数少ない果物であり 匂いや味、薬用性及び花の美しさが揃い、赤い小さな花と芳醇な果実をつけるところが、不老不死のイメージにぴったりであり、人に利益を与えしの反対の生のシンボルを思わせ、その中でも特に桃の実が柔らかくみずみずしく産毛、筋目から命の源の女性器に似ているからであり、そのイメージには邪悪な鬼を退散させる力を感じさせるからであろうとしている。 桃そのものが女性であったという解釈もある。おばあさんが拾ってきたのは大きな桃ではなく若い娘であり、桃は若い娘の尻の象徴、子供ができず悩んでいたおばあさんは、拾ってきた娘におじいさんの子供をはらませ、その娘から子供を取り上げた、イコール桃を割れるという。鬼は風水では牛と虎の間の方角、北東である鬼門からやってくると考えられていることから、 仇役である鬼が、牛のような角を生やし、虎の腰巻きを履いているのも、風水の思想によるという解釈もある。桃太郎は、鬼門の鬼に対抗して、裏鬼門に位置する十二子、十二子は、方角も表すな動物。猿鳥、鳥、鳥イコール生地、犬を率いた、という解釈がある。極定馬金、縁、石、雑誌など。木び神社縁起物語によると、 奇別彦の命が、犬海部の犬海剣命、犬海武の御子と、猿海部の楽楽、森彦命、笹森彦の御子と、鳥海部の止め玉神命、止めた、真海の御子と、一三人の家来と共に、鬼の城に住む、鬼である、女を倒したとされているが、この家来たちを桃太郎の逸話に置き換えると、犬海剣イコール剣、楽楽、森彦イコール猿、 止め騙しんイコール記事となるとする説がある。桃太郎の真相に対して最初に学問的なメスを入れたのは民族学者柳田国男である。柳田の手腕は昔話に日本の固有信仰の姿を再発見することにあった。桃から生まれた桃太郎の背後には一寸法師、売子姫などのような異常誕生、成長の小さ子の物語が想定でき。 川上から流れる桃の展開から異界の存在と水辺との関連を、それらを統率する存在として、水辺の小さ後、渡み衝動伝承につながり、最終的には、ガガイモの川の船に乗り葉の流れに沿って流れ着いた少な彦な神話へと結びつくのである。柳田はここで、昔話とは、かつての神話の霊落した一つの姿であると言っている。 視点を変えれば異常出生の神の子が共同体から除外されつつも異教に赴く英雄神話が抽出できる。また柳田は桃太郎の誕生の中で古代ローマのミトラ教神話には少年の姿をしたミトラ神が犬やサソリを伴って猛牛を退治する話があり同類型の話が日本以外にも存在するとも述べている。桃太郎を 文化人類史的視点から見たのが、文化人類学者、石田栄一郎である。桃太郎の母において、水海の小作き子の陰に、水海の星神の存在がつきまとうと見出し、南方の島々や太平洋周辺の諸民族の伝,の伝説の研究へと行き着く。浜辺に神の子を産み残していく、豊玉姫型の伝承やハエに身をさらして子を産む。 女子が島型の説話などのユーラシア大陸、旧石器時代の文化との関連へと石田の桃太郎の母探しは発展してき、遠い昔に進行された、原始母神とその子神とにまつわる霊道の異常出生端的な神話の想定に至る。神話学者、高木敏夫は桃太郎神論で羊そのものの桃に着眼し、李太郎、林檎太郎でなくなぜ桃太郎なのかにこだわった。 桃太郎を英雄伝説的童話と位置づけ、桃は前日のように邪気を払う霊物であり、調整不老の戦果であり、太郎が老夫婦に育てられるのと桃が不老長寿の果物であることは無関係でないと述べいる。民族学者、関慶吾は、鬼が島生伐の冒険的行為に、社会慣習としての通過儀礼である、青年式が反映していると考えた。 福沢諭吉は、自分の子供に日々渡した、家訓、日の教えの中で、桃太郎を次のように非難している。ものだろ夫が、鬼が島に行きしは、宝を取りに行くと言い減り、けしからぬことならずや、宝は、鬼の大事にして、しまいをきし者にて、宝の主は鬼なり、主ある宝を、わけもなく、取りに行くとは、ものだろ夫は、盗人のも言うべき、悪者なり。 もしまたその鬼が、いつたい悪き者にて、世の中の妨げをなせしことあらば、モノだるふの勇気にて、これを凝らしむるは、はだ良きことなれども、宝を取りて、うちに帰り、おじいさんとおばのさんにあげたとは、ただよくのための仕事にて、卑劣千番なり、桃太郎が鬼ヶ島に行ったのは宝を取りに行くためだ。けしからんことではないか。宝は、鬼が大事にして、しまっておいたもので、 宝の持ち主は鬼である。持ち主のある宝を理由もなく取りに行くとは、桃太郎は、盗人というべき悪者である。また、もしその鬼が悪者であって、世の中に害をなすことがあれば、桃太郎の勇気において、これを懲らしめることはとても良いことだけれども、宝を取って、家に帰り、おじいさんと、おばあさんにあげたとなれば、これはただ欲のための行為であり、大変に卑劣である。 現代でも、本当は、鬼ヶ島に押しかけた、桃太郎らが悪者ではないかと考える者はおり、裁判所等で行われる模擬裁判の事例やディベートの議題として取り上げられる場合がある。芥川龍之介をはじめとして、尾崎紅葉、正岡式、北原白州、菊池博士などの著名な作家たちも競って、桃太郎を小説の題材にしており、桃太郎が、 日本人の真相心理に与えている影響の大きさが輝る太平洋戦争の際には桃太郎は軍国主義という思想を背景に勇敢さの比喩として語られていた。この場合桃太郎は、鬼畜兵衛という鬼を成敗することしてスローガンに利用された。戦時中には、孝行、正義、忍者、勝負、迷路などの終身の徳を体現した。 国民的英雄として、大正期の同心主義では、童心の子として、プロレタリア主義では、階級の子、また戦後になると、民主主義の先駆として語られるなど、桃太郎はしばしば国民の模範として描かれてきた。近現代においては、桃太郎というネーミングは、ジェンダーバイアスを押し付けるものだとし、 主人公が桃子になっているものも存在する。次に挙げられる桃太郎のリターンの主人公も桃子である。男性であるおじいさんが山へばっかりに女性であるおばあさんが川で洗濯をするという点についてもジェンダー的な作業分担の現れとみてそれにことを唱えている団体がある。例えば北名古屋市女性の会男女共同参画委員会は名古屋弁の創作劇。 桃太郎のリターンを作成しており、この作品の中では、両者の役割を逆転させている、男性であるおじいさんが川で、洗濯に、女性であるおばあさんが、山へ、芝刈りに行く。NHK 教育テレビの番組、お話の国で放映されたもの、出演、朗読は、フリップフラップでは桃太郎は、乱暴者で、親の手伝いをしない怠け者であり、村を襲ってきた鬼に、 育ての親のおばあさんが襲われたことで目が覚め、鬼ヶ島の鬼たちを懲らしめる。現代的な問題提起要素を加え、やればできるという教訓付きのストーリーになっていた。近年、桃太郎も他の日本の昔話、グリム堂は同様に、本当は怖い昔話などで書籍化、出版され、官能話あるいは残酷話として、意図的に話が曲解されているものもある。 章下、桃太郎は、文部省章下の一つ。1911年、明治44年の尋常小学章下に登場。作詞者不明、作曲、岡野定一。からが、現在では、歌詞が改変されたり、後半部を削除したりする場合が多い。これと似たような経緯で、後半部を削除された同様に、てるてる坊主がある。両者とも、歌詞の意外性。 残酷性がトリビアの泉、素晴らしき無駄知識で取り上げられたことがある。また、上記に比べ知名度は劣るが、作詞、田辺智三郎、作曲、農書弁次郎による、桃太郎もある。きび団子は、きび団子にちなんで、江戸末期に売り出されたもの。きびとは、備前、備中、ビンゴ、三間坂地方の古名で、現在の岡山県にあたる、ビンゴは、広島県。 もう参照、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。